貧しき人々ードドル・スストエフスキー作ひ正則役心配事が重なり結局はどれもうまくいかずかわいそうな父はもはや何も信じることができなくなり塞ぎ込むようになっていましたほとんど自暴自棄の体で健康を顧みずちょっとした風から突然体調を崩し 長く苦しむこともなくそのまま亡くなってしまいましたあまりにも突然のことだったので私たちは数日ショックから立ち直れませんでした母は精神的に限界に近く気が触れるのではないかと心配しました父が亡くなるとすぐに債権者が力湧くみたいに押し寄せてきました家にあったものは どんなものもの手放してししてままいました。ペテルブルグ区の小さな家は私たちがペテルブルグに移って半年後に父が購入したものでしたがこれも売られました他のものがどう処分されたか分かりませんが私たちは家も身を寄せるところも食べるものもないまま放り出されたのです母の病気は重くなり私たちは食べていくことも 生活の死死ををることもでできずしして死を待つばかりでした私は14歳になったばかりでしたそんな時でしたあんなヒョードルブナが私たちを訪ねてきたのは彼女が繰り返し言うには自分はどこかの地主で私たちとは何らかの血のつながりがあるとのことでした母も桃園ではあるものの確かに彼女は親戚だと言っていました 父が生きている時に彼女が訪ねてきたことはありませんでした。私たちの前に姿を見せた彼女は、目に涙を浮かべ、大変気の毒なことですと言い、私たちの救いのない状況や困窮に同情しており、悪いのは父だと付け加えました。父は手に負えないことに手を出した結果、どうにも収集がつかなくなった。自分の力を過信したのだというのです。 加えて言うには私たちと親しく付き合いたいお互い嫌なことは忘れようと提案してきましたいやあなたを悪く思ったことは一度もないと母が言うと彼女は涙ぐみ母を教会に連れて行きあの人彼女は父のことをそう呼びましたの追善供養をあげてくれたのでした終わってから彼女は母と晴れがましく仲直りをしました 長々と前置きや予告を述べアンナ・あんなヒョードルブナは私たちの困窮した状況よるべもなく絶望的で支援も望めない状況をいかにも理解しているふうに語り自分のところに身を寄せるよう勧めました母はお礼を述べましたが長い時間決心がつかないようでした「このままではどうしようもなく他に頼る相手もいないので」 提案をありがたくお受けすることをアンナ・ヒョードルブナに伝えました。ペテルブルク区からワシリエフスキー島に移った朝のことはよく覚えています。秋の空はよく晴れ渡り空気は乾燥しとても冷え込んだ朝でした。母は泣いており私の気持ちは沈んでいました。胸が張り裂けそうでどうにも説明できない 強い不安で心はいっぱいでした。まるで鉛を飲み込んだかのように、